聴覚に障害があってもダンスを楽しみたい、手話ダンスに挑戦する2人の女の子を取材しました。岡山放送開局50周年の記念ソング、未来の途中。現在テレビやインターネット上でミュージックビデオを公開していますが、実はこのダンスには手話が取り入れられています。手話ダンスに参加する女の子がこちらの岡山聾学校にいます。中学部1年の天野菜々香さん、生まれつき重度の難聴で両耳に人工内耳をつけて生活していますが、岡山市内の小学校卒業後は聾学校に通っています。今手話の勉強をしてますか？友達に聞いてその手話を覚えて、その覚えたやつをみんなでお話しするときに使ってます。周りが騒がしくなければ大体のことが聞き取れるため、これまでは手話を使ってはいませんでしたが、コミュニケーションの幅を広げたいと聾学校入学後から手話を学んでいます。もっといろいろな手話を覚えたいです。総社市の小学6年、吉井夢さんも現在手話を勉強中です。吉井さんも生まれながらの重度の難聴で両耳に人工内耳をつけていますが、今年夏から手話を学び始めました。こんにちは、こんばんは。こんばんは。ナナちゃんはその手話がそのとても上手いんですけど、その自分は全然できないので、その追いつけれるように頑張ろうかなと思って、その夏に勉強に行きました。実は2人の共通の趣味はダンス。2年前からユニットを組んで、これまでにも様々な舞台で披露しています。ダンス中は耳につけた音を拾う機械が外れてしまうため片耳のみ装着。このため聞こえる程度も大幅に悪くなるといいます。これぐらいで聞こえる？聞こえづらい？クーラーつけてるんでしょ、練習の時だけど、音がすごくて音が聞きづらいとか。リズムをつかむことはもちろん、動くタイミングを合わせるのも一苦労です。音の振動とかでその分かったりするので、それを合わせています。一方で歌の振り付け作りは今年2月から始まっていました。歌詞に込めた思いをろう者が聞き手話で表現、それをもとにダンススクールの講師が振り付けを考えるのです。未来の途中っていうのはどういう意味なんですかね？未来の途中イコール今っていうことですね。今一番新しい時代って今なんです。だから新しい時代ってずっと新しい時代っていうのは続いていくと。手話は言葉の意味を汲み取り形にします。歌詞の新しい時代は今が続いて未来につながると解釈し、時代を時刻などの時と表すのではなく、時の流れとして表現しました。これはね、川の流れですよ。流れこういう形でっていうのが多分これが手話の言葉なんですね。それで今理解できました。この他にも出会いは1対1ではなくて、いろんな人なので何回も出会う。そしてこの手話を音楽に合わせると、本当の伝えるその表現の意味みたいなのを今日感じれたことがすごい楽しかったし、ダンスも完成し、天野さんと吉井さんも
早速練習開始。覚えたばかりの手話も使われていて、なんだか嬉しそうです。ここの指なんだ。せーとなんだ。こちらでは本番に向けて全体での練習を行っています。初めて顔を合わせるメンバーと踊る今回のダンス。吉井さん、コミュニケーションがうまく取れず、タイミングも合いません。そんな中、打ち解けるきっかけとなったのも手話でした。休憩中に手話について話が弾み、健常者のメンバーも手話への理解が深まったようです。自然とこれやると笑顔になれるみたいな、あ、こういう伝え方も人にはあるんだなっていうふうに、新しい発見かなというふうに思います。そして収録日、最後のリハーサルには手話表現を考えたろう者も立ち会い見守ります。未来の途中、手話だけではなくて口の動きも読み取れてよかった。いよいよ本番です。屋外のため音が聞こえづらい部分もありますが、サビの部分も息ぴったりです。無事成功を収めました。大きく動かすのが一番頑張ったと思います。聞こえなくてもこうやってダンスとかもいろいろできるんだよっていうのをみんなに伝えたいなと思いました。聴覚障害者と健常者が共に作り上げた手話ダンス、その手の動きは踊りの振り付けを超えたメッセージが込められていました。新しい時代がやってくる、素敵な表現だと思いました。以上、特集でした。